どうも、おまっとさんでした。部屋次郎です。はい。高橋光成率いる、投手陣たちがね、沖縄県宮古島で合同自主トレを行っておりますけども、ライオンズのね、公式 YouTube チャンネルの方から動画が上がっております。高橋光成をはじめ、渡辺裕太郎、平海馬、与座海斗、原慎之介、みんな体がでかくなっております。これは、もうね、旗から見たら、どこのプロレス団体の方々ですかというね、写真がね、ネットの方で上がっております。驚かれたのではないでしょうか、皆様。で、動画の方では、もう高橋光成がいきなり冒頭でデッドリフト上げるところからね、始まって、あれ何キロ上げてるんだろうな。うん、まあ、そっから高橋光成のインタビューに移りました。まあ数年前の高橋光成では考えられないようなすごいハキハキとしたインタビュー、ああこれは投手陣のキャプテンだなと、こう自覚が芽生えてるんだな確実にっていう風にね思えるような、だいぶ自信もつけられたのでしょうね。もう全てに対してレベルアップしていると、もう明日開幕でもいいようにできてますと、まあ冗談ですけどつってね、早く自分の姿をファンの皆様に見せたいですと、頼もしい言葉が出てましたよ。見せてもらおうじゃないの、高橋光成。2024年、沢村賞、何度目の正直かわかりませんが、ね、取ってもらって、もうメジャーへ行ってよ、そしたら。ああ、もうしょうがない。もうね、この動画見ても思ったんですけども、高橋光成、もうメジャー行かせてあげたい。そう思ってしまいました、僕は。うん。平海馬に関してちょっと、まだその気持ちになんないですね、僕はね。うん。お前まだあと4、5年いろと。ライオンズに4、5年いなさいという気持ちにはなってます。はい。ただ、高橋光成に関しては、もう今年ある程度もう成績残したら、もうメジャーで活躍する姿を僕はもう見たい。もうそこにベクトルが向かってます。ライオンズファンの皆さんすいません。もう応援したいです。メジャーで投げる高橋光成。まあどこのチーム行くか分かんないですけど、まあ、チームによっては西なのか東なのかによって放送する時間帯も全然異なりますけども、まあね、朝早いのかもう深夜なのか、まあその試合もねいつか生配信できたらななんてちょっと思ってますわ。まあそしてまあ高橋光成以外でもね、まあ、平海馬、与座海斗、原慎之介とトレーニングをしてます。そしてまた高橋光成とね、もう肩を並べてなんかこう体がでかくなっていると感じたのが渡辺裕太郎ね。この男にももうそろそろやってもらわないとね。まあ去年、一昨年とシーズン終盤の方ではいいんですけど、どうも春先でバタバタバタっとしちゃう印象があるので、まあ今年こそはもう開幕スタメンローテどっか入っててほしいなと思ってます。もうだからね、渡辺裕太郎、もうほんとか、怪我には気をつけてね、体でかくするのはいいけど、ちゃんと、マッスルコントロールですか?していただいて、ね、野球選手で肉体改造される方で、怪我される方ほんと多いのでね、まあ、それの代表格が清原和博じゃないでしょうか。2000年オフにケビン山崎の下でトレーニング積んで、で、2001年、めちゃくちゃ成績を残したんですよね。打点王争い、繰り広げるぐらいにね。ただ、その翌年ですね。またさらに、体でかくしようとして、今度、膝の方を痛めちゃってね。それが結局、引退まで尾を引く形になってしまいました。まあ、そうならないように、ぜひとも、もう体でかくするのはいいんですけども、マッスルコントロール、ボディコントロールですか?ちゃんとしていただいて、今年こそは先発ローテ入って、2桁勝利。これぐらいはやってもらわないとね。まあ打線の兼ね合いもありますけども。勝ち星に関しては。まあしかし、アギラ、コルデロがちゃんとやってくれるから大丈夫です。10勝へと導いてくれる打線になっているはずです。はい。ゆうたろくん、あなたがいいピッチングをするだけです、あとは。ね。おのずと10勝は見えてくるはずだと思うので。ね、もう昼間拓也と、渡辺裕太郎と二人並んでね、お立ち台見たいじゃないですか、浦和学院同級生。今年は見せてくださいよ、何度も見せてくださいといったところで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよならライオン。I take to the ball.
ゲイフォーチケットは通ってるんだ。I take to the ball game 君が勝利の女神さ。